また皆さんに成長した姿をここ名古屋で見せれるようにしっかり勝負していきます。ありがとうございました。強くするためには必要なものだと自分で分かってますし、
僕はこのクラブで、J1 優勝がしたいです。それで全部のタイトル取りたいんで、このクラブで引退するんで